ジョイ・ヤング・ブラウンは19世紀アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、1891年から1895年まで第31代ケンタッキー州知事を務めた。1859年から1861年、および1873年から1877年には、ケンタッキー州選出アメリカ合衆国会議員を務めた。ブラウンは、 都合3回アメリカ合衆国会議員に選ばれたが、それぞれの期に論争があって紛糾した。最初に選ばれたのが1859年だが、まだ25歳になっておらず、憲法の規定を満たしていないと抗議したにもかかわらず、選出された。選挙区の有権者がブラウンを選んだが、すぐには議員になれず、次の会期である第36期になって、 法定年齢に達していたので議員になれた。その保県タッキー州内でヘンダーソンに移転し、そこの選挙区で1866年にも選出された。この時は南北戦争の間にアメリカ合衆国に忠実でなかったとされたことで議員就任を否定された。選挙区の有権者は別の代表を選ぶことを拒否し、議席は一期を通じて空席のままになった。 ブラウンは1871年に州知事選挙に出馬して落選した後、再度1872年に会議員に選出され、連続3期を務めた。その最後の任期でマサチューセッツ州選出の会議員ベンジャミン・フランクリン・バトラーを批判する演説を行ったことで公式に問責された。この問責は後に議会記録から消去された。ブラウンは 会員議員を務めた後、一時政界から離れていたが、1891年に、ケンタッキー州知事選挙の候補者となることで政治の世界に復帰した。4人が出馬した民主党予備選挙で指名を確保し、知事選挙では、共和党の対抗馬アンドリュー・ティーウッドに対して、対象した。ブラウン政権と州の民主党は、近本位制支持者と、自由議員支持者の間で分裂した。 1891年にケンタッキー州新憲法が制定されたばかりであり、ブラウンの政権がその下での最初の政権だったので、議会の時間は新憲法に州の法典を適用させることに費やされた。その結果、ブラウンの任期中には取り立てて重要な成果が得られなかった。ブラウンは知事としての任期が明けた後に議会が自分を アメリカ合衆国上院議員に選出してくれることを期待した。党の自由議員派とはすでに疎遠になっていたが、次期州知事選挙で民主党候補になっていたキャシアス・エムクレイ・ジュニア、いわゆるゴールドバッグの後ろ盾を得ていた。しかし、ブラウンの子供のうち二人が死んだことで、州知事選挙に対する興味も上院議員になりたいという望みもなくなってしまった。 1899年民主党指名大会では候補者のウィリアム・ゴーベルが問題の残る戦術を使って知事候補指名を確保しこれに不満を抱いた党の派閥が別の指名大会を開いて知事選挙の対抗馬にブラウンを選んだ選挙でゴーベルが最終的な勝利宣言を行ったが直後に暗殺されたブラウンはこの暗殺で共謀者として訴えられた元州 ストム長官、ケイレブパワーズの法廷弁護人になった。ブラウンは1904年1月11日に、ヘンダーソンで死んだ。ジョン・ヤング・ブラウンは1835年6月28日に、ケンタッキー州ハーディング・クレイズビルで生まれた。父は、トマス・ダドリー・ブラウン、母はエリザベスだった。父は、ケンタッキー州下院議員を務め、1849年州憲法制定会議では、 大議員になった。叔父のブライアン・ラスト・ヤングとウィリアム・シングルトン・ヤングはアメリカ合衆国会議員を務めていた。ブラウンは父と共に旧ケンタッキー衆議会議児童で多くの時間を過ごしたので早くから政治に関心を持つようになった。初期の教育はエリザベスタウンの学校で受け、1851年16歳の時にダンビルのセンターカレッジに入学した。 1855年、同カレッジを卒業し、ハーディングに戻って法律を勉強した。1857年に法廷弁護士に認められ、エリザベスタウンで法律実務を開業した。有弁家という評判が立ち、引っ張りだこになったが、ノーナッシング等を厳しく批判したことで、生命の危険も感じるようになった。1857年、 ブラウンはルーシー・バービーと結婚したが、ルーシーは翌年に死亡した。1860年9月、元アメリカ合衆国上院議員、アーチボールド・ディクソンの娘、レベッカ・ハート・ディクソンと再婚した。この夫妻には8人の子供が生まれた。1859年、バーズタウンの民主党地方集会で、アメリカ合衆国議会会,会員の議席を求めて、 現職の女子はジューエットの対抗馬に指名された。ブラウンはまだ憲法に規定される25歳にまだ1年以上足らないと抗議したが、選挙の結果は約2000秒差をつけてジューエットを破った。ブラウンはその年齢ゆえに任期中の2期目の会期で初めて議員に就任した。1860年にはスティーブン・ダグラスの主催する全国委員会の委員となり、大統領選挙では ジョン・ブレッキン・リッジのいとこであるウィリアム・キャンベル・プレストン、ブレッキン・リッジなど、ブレッキン・リッジの支持者との一連の討論に関わった。ベンジャミン・フランクリン・バトラー、ブラウンがバトラーを批判したことで、会員から、ブラウンの公式問責につながった、正確な時期は不明だが、この頃ブラウンはヘンダーソンに移転した。南軍の士官だった、ストーブ・パイプ・ジョンソンによれば、1862年初期に、 ヘンダーソンでジョンソンを出迎えた街の指導者の中にブラウンがいたとされているが別の資料では戦後になってからブラウンがヘンダーソンを移ったことになっている。戦中のブラウンの心情は圧倒的に南部側に傾いていた。ブラウンは1866年もアメリカ合衆国会議員に再選された。しかしこの時は南北戦争の間に アメリカ合衆国に忠実でなかったとされたことで議員就任を否定された。選挙区の有権者は別の代表を選ぶことを拒否し、州知事のジョン・ W ・スティーブンソンが会員の行動に対して公式に抗議する訴訟を行ったが、議席は第40回期1期を通じて空席のままになった。1871年2月3日、スティーブンソン知事が アメリカ合衆国上院議員に就任するために州知事を辞任し、その残り任期は上院議長代行のプレストン・レスリーが継いだ、この年8月にあった州知事選挙に向けては、レスリーが党から中途半端な支援を得ているだけであり、指名候補者の中にブラウンの名前もあった。しかし数回投票を行った後で、ブラウンは、 どうやっても過半数を獲得できないことが明らかとなり、それまで支持してくれた者たちが他の候補者の支持に回った。翌1872年、アメリカ合衆国会議員の選挙では1888票対457票という圧倒的多数で、ブラウンが再選され、議席に就いた。その後2回再選され、1877年まで議員を務めた。 会員におけるブラウンの最も著名な行動はマサチューセッツ終戦室のベンジャミン・カイ・バトラーが1875年公民権法の成立を求めたのに対し1875年2月4日に行った演説だった。バトラーが前日の説明で南部でアフリカ系アメリカ人に対する無法状態があると触れたことに言及しある個人によって 南部人に対してなされた不当な告発だと主張した。その個人とは、尊敬すべき社会によって、自家内では無法者であり、その名前は疑問と、同義語であり、ペテンの推進者かついかなる場合もペテンし、泥棒の代弁者、彼を除術するに悪徳と悪意の脅威が強いので、想像力を枯らし、毒舌を使い尽くすようなものと語った。ブラウンはさらに、スコットランドの悪名高い殺人者、 ウィリアム・バークについて触れ、その犠牲者を殺す方法が、バーキングと呼ばれていると付け加えた。演説がここまで来た時点で、会員議長のジェームズ・ジー・ブレインがブラウンを制止し、ブラウンが会員議員の誰かについて言及しているかを尋ねた。ブラウンは曖昧な回答をした後、私が用としているのは、戦時における昇進さ、平時における冷酷さ、道徳における禁忌、 政治における悪名であり、それ、議場は、ブラウンの発言に対する抗議の声で騒然となり、激怒した共和党議員は、ブラウンの即時追放を要求した。ブラウンは追放こそされなかったが、議会で不適切な言葉を使ったとして、会員から公式に問責された。その後の議会でこの問責は公式記録から消された。キャシアス・エムクレイ・ジュニア、1891年。 民主党州知事候補指名争いで、ブラウンと接戦を演じたブラウンは、会議員の任期が明けた後、ケンタッキー州ルイビルで法律実務を再開した。1891年、州知事選挙で民主党公認候補の候補者になった。他の候補者には、キャシアス・マーセラス・クレイ・ジュニア、ジョン・ダニエル・クラーディ博士、ケンタッキー州検事総長のパーカー・マトキンス・ハーディンが、いた。 民主党は、ルイビルナッシュビル鉄道など、企業の支持者と農業利益の支持者との間で分裂した。また保守的なバーボン民主党は金本位制を支持し、進歩派は自由銀鋳造を要求したので、この分裂もあった。農業の有権者は、クレイとクラーディの間で、ほぼ同数で分かれ、自由銀支持者は、ハーディンとクラーディの間で分かれた。ブラウンは、 生涯の大半を修正部の農業地帯で生活し、強力な農民同盟と疎遠になることもなかったので、農業利益の追求者には受け入れられる候補であり、一方ルイビルナッシュビル鉄道は企業規制の問題についてブラウンが恩恵だと判断した。バーボン民主党はブラウンの健全な金融政策に満足していた。民主党指名大会が始まった時に、 ブラウンが有力候補だった。第1回目の投票では275票を獲得してリードし、クレイが264票、クラーディが190票、ハーディンが186票だった。その後9回の投票が行われたが、票数の変化は小さかった。最終的に大会議長が次の投票で最下位になった候補者が脱落すると宣言した。この時クラーディが最下位となり、 その支持者たちは次の投票で残る3人の候補者に、ほぼ当分に分かれた。ハーディンが次に脱落するものとなり、ブラント・クレイが残った13回目の投票で、ブラウンが過半数を獲得した。共和党は、マウント・スターリング出身の弁護士アンドリュー・ティー・ウッドを、指名してきた。ウッドは、先のアメリカ合衆国会議員選挙及び、州検事総長選挙で落選していた。 この州知事選挙と同時に有権者は新しく策定された州憲法を批准するかを問われていた。分裂した民主党は党大会の公領の一部として憲法に対する立場を示さなかった。ウッドはその選挙運動の大半を使ってブラウンに新憲法に賛成なのか反対なのか明らかにさせようとした。選挙の6週間前、 ブラウンは大衆が新憲法を強く支持している動態を感じ取り、最終的に新憲法賛成の立場を選んだ。選挙の残り期間、ウッドはブラウンとルイビルナッシュビル鉄道との間で法人規制を骨抜きにしようとしている陰謀とされるものを取り上げたが、この問題は多くの関心を引かなかった。 民主党と共和党はどちらも選挙戦に新しく入ってきたポピュリスト党の候補者 S ブルワー・アーウィンの存在を心配していた。多くの者はその考慮が急進的に過ぎると考えたが第三の候補者として強い支持を得ていた。これまで農民票の大部分を制していた民主党は会員数12万5千人の農民同盟がアーウィンを支持するのではないかと特に心配した。 しかしそのようにはならず、投票結果は、ブラウン144,168票、ウッド116,087となって、ブラウンが当選した。ブラウンは選挙に分かったが、過半数には達しなかった。ポペリストのアーウィンが25,631票で9%、禁止党の候補者が3,292票を獲得していた。ブラウンが知事であった。 次期の議会は紛糾した。ブラウンの支持者は民主党の他の候補者に影響を与えたくないか与えられないものであり、通貨問題に関する緊張関係で内閣も割れた。検事総長、ウィリアム・ジャクソン・ヘンドリックス、財務官ヘンリー・エス・ヘール、監査官ルーク、シーノーマンは自由銀の支持者であり、ブラウンの任期を通じて、ブラウンとブラウンが指名した。 シューツドム長官ジョン・ W ・ヘッドリーと反目した。時間の経過とともに民主党全体の日々は深く広がっていった。ブラウンはたびたび議会とも衝突し、議会を通過した法案に拒否権を使うこともあった。その拒否権が覆されることもなかった。1891年の最終日に議会が招集された時、ブラウンは現行集法に対して新憲法が どのように影響するかを研究する委員会を指名したと報告した。また、州の財政赤字は22万9000ドルであり、1893年末には50万ドルに達することが予測されるとも宣言した。これら2つの大きな問題があったので、議会は1891年12月から1893年7月まで、ほとんど連続的に開会されていた。 会期が長かったことで、長い議会という調笑的なあだ名が付けられた。会期が延長された理由の一部は、上下両院とも低速数を確保するのが難しかったことだった。ルイビルの新聞によると、一つの月で、ケンタッキー州会員の出席者は、定数100人中61人が最大だったと報じていた。その結果、いくつかの法案は過半数ではなく、絶対多数で通過していた。 これら法案が裁判所で否定される可能性を恐れたブラウンはそれらに拒否権を行使した。ブラウンはこの会期の間に進行していた州全体の測量があまりに費用がかかりすぎると考えて中断させることに成功した。憲法の規定では通常会期が8月16日に終わることになっていたが、ブラウンは拒否権を使った重要法案に書き直しが必要なこと。 すでに署名して法制化されたものに新憲法に合わせるために修正が必要なことのために議会の特別会期を8月25日に召集した。ブラウンが提唱し議会を通過した主要な法としては税徴収方法の改善、法人の厳しい統制があった。ブラウンが具体的に提唱してはいなかったが議会を通過した法として 州内の鉄道で人種分離を行うことがあり、分割客車法と呼ばれた。この特別会期は11月1日まで続いた。ブラウンは提案されていた鉄道に対する増税法案に拒否権を使ったことで、鉄道会社から評価されたが、州内の2大鉄道会社である、ルイビルナッシュビル鉄道とチェサピークオハイオ鉄道の合併を妨害したことでその怒りを買った。 鉄道建設のために受刑者労働力を借りたメイソンフォードカンパニーはブラウンの刑務所改革に不満だった。ブラウンは前任知事サイモン B ・バックナーをメイソンフォードカンパニーに対して違法に受刑者労働力を使うことを認めたとして告発したがバックナーはそれを熱烈に否定した。1894年の議会会期中にブラウンは 州政府の特定予算を軍に移管する法案、州の印刷に関する契約を改革する法案、保護施設や事前施設を統制する法を明確にする手段など、州政府のやり方を効率化する手段をいくつか提案し、成立させた。その中で最も重要な法であり、最も議論を呼んだ法は、州の歴史の中で初めて既婚女性に個人資産権を与えるものだった。 その他この会期中に成立したものには、石炭の基本的安全確保手段、公立学校法、タバコについて共謀して入札することを禁ずる手段、穀物倉庫に対する新しい規制、無料高規格道路を提供する法などだった。ブラウンが提唱したが、議会を通らなかった法案としては、州鉄道委員会の権限を拡大する法案、州認定銀行検査官事務所と、 法的印刷監督管事務所を設立する法案、青年受刑者を分離して収監するなど刑務所管理を改善する法案があった。ブラウンはまた州の仮釈放委員会を廃止することも働きかけたが議会がそれを否定するとブラウンは委員会の推薦を無視することに決めた。ブラウンが知事であった間にケンタッキー州では暴動が繰り返された。 1892年から1895年、州内で56件のリンチがあった。特に著名な事件は、オハイオ州シンシナティの判事が、ケンタッキー州で白人を銃で撃ったという容疑の黒人の引き渡しを拒んだことだった。この判事の判断は、容疑者をケンタッキー州に戻した場合に、ボートの犠牲になる可能性が高いという、判事自身の意見に基づいていた。 ブラウンはこの判事の判断を議論する中で、この州内でたびたび暴動が起きたことは残念であるが、大衆の熱情は最も凶悪な犯罪の遂行によって燃え上がったのが常だったと宣言することで、過去に州内で起こった暴力事件のいくらかを正当化しようとした。1896年にブラウンの州知事としての任期が明けた時に、アメリカ合衆国上院議員への選出を望んだ。 ことは広く知られていた。ブラウンの知事職を引き継ぐ民主党の候補者には以前のライバルであるキャシアス・ムクレイ・ジュニアとパーカー・ワトキンス・ハーディンであり、ブラウンは上院議員となるためには結局後継者の支援が必要になると考えた。ブラウンはハーディンとその自由議員支持者とは疎遠になっていたのでクレイ支持を選んだ。しかし、ブラウン家の悲劇が この競争に対する興味を失わせることになった。1894年10月30日、10代だった娘のスーザンが結核で死んだ。その数ヶ月後、息子のアーチボルド・ディクソン・ブラウンがその妻と離婚した。その後息子は不倫を犯していたことが分かった。密告によると愛人の夫が二人をルイビルのブローテルで発見し、拳銃を抜いて、 妻とアーチボルド・ブラウンに発砲し、二人とも殺した。家族の中で悲劇が続いたことについて、ブラウンはクレイに当てて、私は上院議員の候補者になるべきではない。最近降りかかった私の子供たちの惨劇によって、私は競争に全く向いていないことを示した。私の悲しみは夜の黒い吸血鬼のように大変深いので、私の待望の動脈と静脈そのものを吸って、 感想させたように思われると書き送った。クレイは、指名争いで、ハーディンに敗れた。ブラウンは、ハーディンの後押しを拒否し、民主党を分裂させたので、共和党が、ウィリアム・オブラッドリーを、ケンタッキー州で、初めて州知事に当選させることになった。ブラウンは、上院議員に対する興味を失ったと、宣言していたにもかかわらず、JCS ブラックバーン上院議員の後釜を決める。 大騒ぎになった1896年の選挙では、一票を得ることになった。ウィリアム・ゴーベルが候補指名されたことで、1899年の知事選挙には再びブラウンを引き出すことになった。ブラウンは知事を辞した後に、ルイビルでの法律実務に再度戻った。1896年には、アメリカが衆国会議員選挙に出馬したが、共和党のウォルター・エヴァンスに敗れた。 ブラウンは後に、1896年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬していた、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンへの民主党投票率を上げるためにのみ出馬したと主張していた。1899年の民主党指名大会に先立ち、ブラウンは知事候補になる可能性があると言われたが、ブラウン自身は候補を辞退した。党大会が始まると、大会の議長候補者とも言われたが、 これも辞退した。ブラウンは知事候補になることに興味がないと宣言していたが、最初の投票では、ブラウンの名前が入っていた。他には、パーカー・ワトキンス・ハーディン、元アメリカ合衆国会議員のウィリアム・ジェイ・ストーン、及び上院議長代行のウィリアム・ゴーベルが入っていた。この大会は、ストーンとゴーベルがハーディンを脱落させるために仕組んだ。 広く知られた合意が破れた時に大混乱に陥った。投票はその後4日間続き、誰も過半数が得られなかった。ブラウンにも投票ごとに数票が投じられた。最終的に大議員団は誰かが過半数を得るまで投票ごとに最下位得票者を落としていくことにした。その結果、数回の投票でゴーベルの指名が決まった。この大会の後、不満を抱いた。 民主党員が党の公認候補を拒否すること、及び別の候補指名大会を開くことについて、検討を始めた。ブラウンがこの集団のリーダーとなり、正直選挙同盟を標榜した。1899年8月2日に、歴ントンで開催された集会で、新しい大会の案が作られた。8月16日に、同市で開かれた大会で、指名が公式のものになった。 正直選挙同盟はブラウンに加えて他の選挙で選ばれる集約人についても候補者名簿を作成した。ブラウンは1899年8月26日、ボーリンググリーンでの演説から選挙運動を開始した。ブラウンは密かに民主党の知事候補指名も求めていること、上院議員、ウィリアム・ジョセフ・デボーの後継を狙っていること、指名大会の後で、 ゴーベルのために発言することに合意したことという主張など自分について言われたことの多くに回答を用意した。ブランはデボー上院議員の後継になる望みがあること、もし提案されれば知事候補指名を受け入れていたことを認めたがゴーベルのために話をすることに合意したとするのは否定した。現職上院議員のブラックバームは1860年の大統領選挙で ジョン・ブレッキン・リーチの代わりにスティーブン・ダグラスを支持したようにブラウンが再度と終わろうとしていると告発した。ブラウンはオマハワールド・ヘラルドに掲載されたウィリアム・ジェニングス・ブライアンの記事を引用することで答えた。それはある個人が党の候補者を適していないと考えるならばそれに対抗する者に投票する権利があると主張したものだった。 ブラウンはその年齢と悪化した健康状態のために週1回演説ができる程度だった。マディソンビルで行われた選挙運動でゴーベルとの討論を要求したが、ゴーベルがそれを無視した。ブラウンやその選挙運動のために挙げられていた他の演説者は、たびたびゴーベルの拒否に注意を喚起し、この挑戦を認め討論に合意するよう仕向けた。ウィリアム・ジェニングス・ブライアンが ゴーベルと協力するために、ケンタッキー州を訪れた時、ブラウンはジェネングスに手紙を送って、ゴーベルとストーンの間の合意が破れたゆえにゴーベルの候補指名を否定すべきことを伝えた。ブライアンは、大会での出来事についてコメントすることを拒否し、党に忠誠であることの重要性を強調した。ブライアンは正直選挙同盟の大会を無規則で、無効だと非難した。選挙戦の終盤に来て、 ブラウンの運動はつまずいた。選挙日の2週間前、ブラウンはリッチフィールドで倒れて負傷した。その結果、自宅に拘束され、選挙演説を行えなくなった。ただし、車椅子で喋らせようという試みはあった。選挙結果では、共和党のウィリアム・エス・テーラーが19万3714票、ゴーベルが19万1331票と、わずかに足りず、 ブラウンは12,140票に止まった。ゴーベルはいくつかの軍での開票結果に異議申し立てを行った。その異議申し立てが審査されている間に、ゴーベルは正体不明の暗殺者に撃たれた。最終的に、ゴーベルが当選者と宣告されたが、就任先生の二日後に傷がもとで死んだ。ゴーベルの暗殺に関わったとされた者たちの中には、テーラー知事のド務長官、 ケーレブ・パワーズがいた。パワーズは第一審の時にブラウンを法廷弁護士として雇用した。第一審は1900年7月に有罪で決審した。ブラウンは1904年1月11日にヘンダーソンで死に同志のファーンウッド墓地に埋葬された。20世紀のケンタッキー州。 選出アメリカが衆国会議員ジョン・ワイ・ブラウン。シニアは、本校のブラウンの名前をもらったが、親戚関係ではない。ありがとうございます。